こんな感じで、布マスクを装着しておりますが、非常に怪しい人だと思われないか、非常にちょっと心配ではございますけど、早速ね、スタートしていきたいと思います。今ね、まだ全然歩いていません。布マスクしながら歩いてるとね、結構息が苦しくてね、結構呼吸がしづらいです。で、今ね、2キロほど歩いたところです。で、レインウェア着てるせいなのか、ね、ちょっと軽くね、もう汗が出てきております。ということで、さらに、5キロぐらい歩いていきたいと思います。はい。はい、今ちょうどね、7キロ歩いたところですけど、ずーっとマスクして歩いてるんですけど、結構ね、息が苦しいです。で、ね、結構ね、汗もね、出てきましたね。そろそろ。で、このね、サングラスしてるもんでね、まだ直射日光は避けてるもんで、まだ全然いいんですけど、それでも結構呼吸するのが苦しいです、7キロでも。では早速ね、12キロでね、また撮影したいと思います。それではまた。はい、今ね、ちょうどね、12キロ過ぎたところぐらい、今12.5 かな。あ、今ね、ちょうど 12.5 キロぐらいですね、今スマートウォッチを見たら。で、今ね、大変息苦しくて、で、ちょっと頭がね、重い感じがします。で、レインウェアの中はね、汗でね、びっしょびしょの状態になってます。まだね、まだこの帽子をしてただけまだマシかも思いますけどね。でもかなり息苦しいです。マスクで外して歩いてるよりね、きついですよ、本当に。で、これ下手すると熱中症になっちゃうんで、みんなほんと真似しないようにね。ということで、あと残りの15キロ、なのであと3キロぐらいを歩きたいと思います。それでは。16キロ歩いてきましたけど、マスクをしながら歩くのって非常にすごい辛いです。しかもこの天気で、歩いてたもんで、汗が、レインウェアも着てたもんで、汗がダクダクに出てきて、で、息するのも苦しくて辛いし、なんか、熱中症になっちゃいそうですね。途中でもうね、頭がね、ちょっと少し重くなってきたような気がしますね。こうね、サングラスしてたりとか、このサングラスしてたりとか、あと、何、マスクしてるもんで、耳が痛くなりますね。なんか、呼吸困難になりそうですよ、本当に。今ではちょっと、呼吸困難です。ということで、皆様、こんなこと真似しちゃダメですよ、ということでした。以上、ご視聴ありがとうございました。